皆さんこんにちは、鉄ちゃおチャンネルへようこそ。スティーブ青島です。今日はこちらをご紹介したいと思います。先日発売されました、グリーンバックスの名鉄3700系1次車と2次車、こちらの開封をしていきたいと思います。まあ、この名鉄3700系という車両なんですけれども、その前にあった3500系の後継機ということで登場してきた車両なんですけれども、1次車が4両編成が2本、2次車は4両編成が3本、全部で20両しかない、あまり数の多くない形式でございます。この後ステンレス車両の3300系に引き継がれていきましたので、赤色の電車としてはね、最後の形式になる車両でございます。で、1次車と2次車両方製品化していただいたわけなんですけれども、実際僕もね、どこが違うのかっていうのはあんまり詳しくないので、ちょっと、模型の方を見ながらどこに違いがあるのか開封しながら見ていきたいと思います。それでは動画をご覧ください。はい、それでは名鉄3700系1次車と2次車を開けていきたいと思います。隣で子供が太鼓の達人をやってますけど、気にせずやっていきましょう。では開封していきます。はい、これが、それぞれ1次車と2次車でございます。こうやって見るとね、パッと見どこが違うのかよく分かりませんけれども、少しだけ調べた、少ない知識ですけれども、模型を並べてご紹介していきたいと思います。はい、やっぱり一番の大きい違いはお顔だと思います。1次車よりも2次車の方が、ガラスが大きくなっています。高いところまでガラスがありますね。これが結構見た目の印象が違って見ると。もう一つは側面、側面の行き先方向膜が高い、大きいですね。2次車の方がね、1次車に比べると2次車の方が大きくなっております。前面の行き先方向膜も2次車の方が大きくなって見やすくなりますね。大きく分けるとその2つかな、1次車と2次車の違い、あとは内装とかも違うと思うんですけれども、模型で見るとそこら辺の違いが大きいような気がします。あと最近のグリーンバックスさん、非常に僕にとってありがたいんですけれども、この屋根上の機器が全部ついてると、アンテナもついておりますし、このようにパンタ周りの部品もついてますし、先表示幕も側面前面それぞれ入ってます。ちなみにこれは急行豊橋かなになっております。この辺はですね、ちょっとお値段はこの分高くなるんですけれども、不器用で作業が苦手な僕にとっては大変ありがたいことでございます。はい、以上がグリーンマックスから発売されました名鉄3700系1次車2次車の開封と、違いを見ていきました。参考になりましたでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は横のチャンネル登録ボタンから、スマホタブレットの方は下の概要欄からチャンネル登録をお願いいたします。あとツイッターのフォローもお願いいたします。